ろんな人にもこうキックどうやったら上手くなりますかって言われた時に、まあ、僕がいつも言うのは結構足に注目がいっちゃいがちなんですけど、手ですかね、ボールの置きどころだったり高さだったり、自分の場合はもう手のひらに置いてそこに足を持っていくっていうイメージ、そこでスライスするのかしっかり面に当てるのか、そこで調整はしてます。状況状況によって、いろんな蹴り分けにトライして、やることは多いです。まあ、低いボールから高いボールは普通なんですけど、あえてアウトサイドでディフェンスの方に蹴って最後曲げるっていう蹴り方はよくやります。あと本当にこうライナーっていうよりは地面を這うようなスライスして蹴るボールっていうのは常にこう意識しながら使い分けてます。ゴールキーパー相手がいないとやっぱり練習ができなかったんで、一人でできることって何かなと考えた時にやっぱりキックで、ハーフウェイラインに立ってゴールをめがけて蹴る、ポスト めがけてみたり、ノーバンでネットに突き刺してみたり、そういう意識でずっと練習してました。元アルゼンチン代表のアボンダンシエル選手っていう選手がいたんですけど、彼のキックっていうのは本当に見ててもすごい楽しかったですし、僕もサポーターの方に面白いプレーするなって思われたいっていう気持ちで、プレーもしているので、普通のキーパーだったらこう大きく蹴り出すっていうところをつないでみたり、そこを通すかっていうところを通す楽しさとか、そういうのを持ちながら楽しんでやってる部分あるので、自分が伸び伸びとできる環境を与えてくれている監督コーチ、本当に全ての人に本当に感謝しています。特にゴールキーパーの子たちにはたくさん、ミスをして、成長してほしいですし、自分もミスから学ぶことは本当に多いので、とにかくトライをたくさんしてほしいなっていうふうに思います。